え？ねえ、あーちゃんが出てこない。ちょっと待って。ねえ、あーちゃん。違う。え、ね、なんなん？え、ね、待って。ね、あーちゃん。多分、設定でコラボ配信オンにしました？コラボ配信オンに設定でしましたかね？なんか最初に、コラボ配信を、の、なんか、設定からコラボ配信オン、見てきてください。そうなんです。多分一回それを、キュンさんもコラボ配信一番最初やる前にオンにしたので、それをオンにしないと、できないかもしれないです。こんなに面白い、なんかすごいじゃん。あ、忘れ物した。違う、打ち合わせしようよって思うじゃん。コラボ配信、むっちゃ難しいんだよ、私。ね、機械オンチだから許して。え、事故ってる？うん、事故ってる。え、で、キュンさんの今日のコーデを紹介してるね。キュンさんは今日は大人っぽくしてみました。これスカートなんだよ。ほら。こんな言い方、あ、これスカートなの。はい。はい。こんな感じでーす。ちょっと待ってて。あのさ、ペン持ってくるの忘れちゃった。ペン持ってくるの忘れちゃった。オンにした。あ、いけるかもしんないです。あ、いった、いけます。リクエスト送信しました。いける？いけるいける。多分オンにしたの出てきました、あーちゃんがキュンさんの中に。今、申請送ったから、あとは、あーちゃんが OK ってしてくれれば、キュンさんとできると思います。スカートの見せ方よ。丈が足りなかった。見せられなかった。でさ、ちょっとキュンさん、ペン忘れちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ペン忘れちゃった。ペン忘れちゃった、下に。ペン忘れちゃった。ペン忘れちゃった。いけるんじゃない？ちょっと止まってるから。来た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 ！うるさいよ。生きたんじゃない？来たー！ちょっと待って。はい。よかった。焦る。あれ、これこっちなの？ね、ママペン声してくれて。電話じゃないのよ。ありがとう。ああ、焦る。できたー。はあ、焦る。いや、私も焦った。よかったー。おはようございます。おはよう。よかったー。危ない。できないと思った。ケンさんもできないと思いました。ね。よかったです。じゃあ自己紹介しましょうか。はい、お待たせしました。アップアップガールズかっこかりのリーダー赤担当関根あずさとピンク担当最年少16歳の隅田遥です。お待たせしました。お待たせいたしました。はい、じゃあ2チーム目は私たちがやっていきたいと思います。お待たせしました。イエイ。やったー。この間さ、ショールームでコラボなんてしたことないからさ、ずっと携帯待って受信ボックスずっと開いて、来ないなーっていうのずっとやってたんですけど、お待たせしました。すいません。いや、とんでもないです。最初に言えばよかった。なんかはるかの声が遠い。あ、ちょっと待ってて。はい、あ、時間見れるのないわ、キュンさん。忘れてってた。時間見えない。あ、近くなった。あ、よかったです。うわ、びっくりした、でかい。はい、OK。よかったです。あ、はい、ついてるぜ。
じゃあ行っていきますか。はい。はい。時間大丈夫です。こんにちは。皆さん、こんにちは。すいません。お待たせしました。機械音痴が発揮された瞬間でございました。私も機械音痴なんで。すいません。じゃあ、一人目行きたいと思います。関根はベルさん。こんにちは、関根さん。9月になり秋っぽくなってきましたが、関根さんが秋で思い浮かぶものは何でしょうか？秋で思い浮かぶものは、安納芋。そしてもう少しでティフですね。ティフでも新体制アップ化の存在感を出してくださいね。引き続き応援しています。ということで、ありがとうございます。じゃあ、早速、撮っていきまーす。久しぶりです。久しぶりだね。なんか緊張しちゃう。はい、じゃあ Q さんも一人目、白子はんさん、ありがとう。はるきゅん、こんにちは。はるきゅん、こんにちは。はるきゅん、あーちゃんと一緒のおうちで機会でニヤニヤしてる Q さんのことをニヤニヤしながら言ってます。してないわ、してないし、これこうやるのすごい嫌だ。次の単独まで待てないよ。待てない、待てない、待てない。早くキュンさんに会いたいよ。キュンさん大好きだよ。キュンさんも大好きだよ。席はキュンさんがあーちゃんに一番してほしいポーズでお願いします。あー、オッケーオッケー。何ですか？あーちゃんに一番してほしいポーズか。うん、そうだな、可愛いポーズをしてもらいたいですね。ちょっとぶりっこめな。でもキュンさんそれしたくない。したくないのや、人にやらせんの。してほしいなって思います。ね、そうだな、あと2個しかない。キュンさんに人見知り発揮されている？私は？してないですよ。してないよね。はい。してないよね。全然してないです。してないよね。はい。してないよね。全然してないです。はい。普通です、普通です。はい。あ、色が出てきた。じゃあ、キュンさん撮りまーす。どうぞーん。あ、撮り方ってどうやんなきゃ。トゥ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 してるもん。さっきも決めたから。ベルさん、はい。トゥ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 、久しぶりすぎてなんか変な感じ。変な感じ。うん、よし、みんながいるね。これお互いコメントが違うんだ。あ、そうなの？そうっぽいです。はい。はい。じゃあ一人目、デルさんできました。お楽しみに。さあ、続いてのお客様は？よっこれ、ショット。ひろみつさん、ありがとうございます。関、こんにちは。どうも。来月はティフや単独などあるね。今回はキュンさんが相手でどんな席会になるか楽しみにしてるね。仕事で見れないけど、アーカイブを楽しみに待ってるね。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。キュンさんとでも配信は、二人っきりは初めてじゃないよね、言うて。二回目です。ね。だし、つい最近ゲーム配信でずっと二人でやったし。うん。あの人生ゲームはいつかリベンジしてやる。あーちゃんには、なんか人生ゲームに弱いんですか？本当に。なんか、弱かったです。でも、最終的にキュンさんが、なんか呪いを移され、なんかあれ、当たったら呪い移されるらしいんですよ。なんか、最終的にキュンさんに呪い移されて、変な、青ざめた顔でした。イェーイ。イェーイ。そう、キュンさん、ヤシチと結婚したんですけど、最終的に違う人と結婚してました。うん、アーカイブ、配信のアーカイブ残ってるから、YouTube の方でチェックしてみてください。面白いよ。めっちゃ楽しい。ぜひ見てください。ゆめみーが10位にいるって。ゆめちゃん？さすがやな。チェキのアップ見るのね、久々。よし。
え、なんか久しぶりすぎて変な感じする。なんで？なんか変な感じ。ああ、壊すとこだった。危ない。どうやって帰ったっけ、キュンさん。うん、覚えてない。よいしょっと。どう見て、こうだこうだ。はいはいはい。今日って何時までだっけな。終わるまで、私たちが終わるまで。あ、そうですよね。うん、私たち終わるまで。そうだそうだ、そうでしたそうでした。名前、本当は何時までなんだろう。ちょっと待って。ですよね。私も何時までだか覚えてないんですけど。でも1時間18時40分。うん、1時間か。1時間です多分。はい、頑張ります。はい、白小原さん書き終わりました。裏とかにちょこちょこ書くのでお楽しみにしててください。18時40分まで。ありがとう。うん、ありがとう。やっぱ1時間だ。 Thank you。 待って、ゆめがコメントしてるんだけど。え、落ちちゃった。はい、ツインテールかわいいですね。失敗したらチェキください。お金なら払います。今日はキュンさんが要望したんだから。え、要望してなくない。しましたよ。ツインテールはしないんですかって。でもチェキくださいとは言っとらん。それは言ってない。私はお金をしっかり払いますよ。十分な借金を持ってるので。確かに払わないと破産します。破産します。人生ゲームではキュンさんの方があれだったんだけど、現実では違うみたい。でもキュンさんめっちゃ長生きだよね。そうなの。120歳。125歳。125歳です。まだ生きてたらしいです。うん、やった。すごいよね。うん。はい、ということで、ひろみちさんできました。じゃーん。お楽しみに。ありがとね。さあ、続いては、アップさん、いきたいと。何ニヤニヤしてんの？何？いつの大変に読もうか考えてたんです。あ、ごめんなさい。どうぞ先。はい、はい、アルマジキアルマジロさん、ありがとう。こんばんは。アジさんも落ち着いて過ごしやすい気候になりましたね。そう思うじゃん。今日暑いのよ。今日めっちゃ暑かったんですよ。暑かった。キュウさん、これ長袖なんだけど、外出るときは違う服の半袖で行きました。うん、暑かったから。はい。芸術の秋ということで、ライブやイベントでいっぱい活躍してください。はい。食欲の秋、頑張ります。はい。じゃあ撮っていくね。じゃあ席にアップさん撮っていきたいと思います。あっちゃん、きゅんさん、こんばんは。こんばんは。久しぶりのおうち的会談ね。ポーズはきゅんさんに決めてもらってください。きゅんさんよろってきてます。はい、ということで、かわいいポーズしていただきたいなって思います。え、どういうの、かわいいって。どれ、言ってみて。もう本当にわかりますよね。絶対わからん。はい、じゃあまずこうやってやってください。でも片手だよ、取るのは。そう、出た、こっち。どっちか。ね、それをここに寄せていただいて。終わった。じゃあ、それ。顔をしっかり可愛い顔でやってくださいね。あの、可愛い顔。うんって顔で。で、ケンさんは。あ、あ、そうだ、フィルムを交換しないとね。足りない足りない。あ、アップさんいらっしゃった。すごい、今日初見さんが多い。こんにちは。どうもどうも、アップアップガールズかっこ仮ですよ。ありがとうね。ですアップさん、よっこらしょ。あ、すごい、アップさんかわいい、投げてくれてありがとう。ガムさんもハートめっちゃ投げてくれとる。ありがとう。愛がたくさん。芸術の秋。何のポーズにしようかな。これさ、はい、カップ
ということで、できました。お楽しみに。はい、続いての患者さんは、翔太かっこリーマンさん行きたいと思います。目読。うわ、はい。関根と出会ったのは素敵な出会いでしたと書いてありました。じゃあ行きますね。どっちがこのルームの主？はるか。へえ。え？はるかです。だそうです。はるかって話したじゃん、さっき打ち合わせで。これ、主ってなんですね。ね。主ははるかです。じゃあ行きます。めっちゃ髪の毛伸びた席で。なんか、うさぎみたい。かわいいですよ。なんだっけ？あ、どうぞ。はい。はい。フィルムの匂いですね。好きなの？はい。フィルムの匂いいい匂いです。あるよね、それぞれ好きな匂い。うん、私結構ガソリンの匂い好きだよ。関根さんのルームへのコメントでは、うん、どういうことだろう。え、これコメントってどっちのルームにも見えてる？ほあんま匂いせんフィルムの匂い。出た瞬間。あ、あの開けた袋を開けた瞬間の匂いです。違う。あのフィルムの袋を開けた瞬間の匂いです。まだチェキにはめる前の。オッケー、じゃあ今度嗅いでみるわ。好きです。私ペンどこやった？ペンすぐなくすんだけど。かわいいわ。かわいくないよ。また始まるんでこの話。何回もしてるんですよ。そうだよ。何回も喧嘩してるから。ずっと言い合ってますよね。これかわいくないって言うから本当にかわいいの。じゃかわいくないって言ってんのに。よし、できた。はい、ショットかこりまんさんできました。お楽しみに。着いた？着いた？よいしょ。じゃあ続いては、みやさんですね。行きたいと思います。これ置いて取れるのね。あ、目読。わかりました。置いて取ってみよう。あ、了解。置いて撮ってみるって言ってた。フィルムチェンジだった、関根も。だったら暗くない？置いて撮る？どうやって開けるんだ？あ、こうだ。ルルちゃんはルルちゃん。ルルちゃんはリビングにいます。ルルちゃん、おいでー。ルルルタン。ママにルルって言ったら連れてきますよ、多分。Hey, come on, baby! って言っといて。嫌ですよ、そんなの。ワンちゃんの頼みなら。ルルタンって。ルル。じゃあ、書きますね、問い終わったんで。うん。あら、この Q さん大人っぽい。やっぱ今日初見さんが多い。こんばんは、こんばんは。この Q さん大人。あんちゃん、久しぶりにやるからじゃないですか、ショールーム。それだ。久しぶり？こっち初見だとって驚いてる。すいませんね。久しぶりにやるから。こんにちは、こんにちは。せいちゃん？これせいなのアカウント？せいなってあのせいな？せいな。メイナもダンジョンにいるの？本当だ、いる、ウケる。かわいい。せいちゃん、あ、あのせいちゃんね、オッケー。せいちゃん、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 ちゃん。そのせいちゃん。いいや。
トゥル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 今日のキュンさんめっちゃ大人っぽくてビビる。でしょ？今日キュンさん大人っぽいの。あはん。あはんって。大人ってなどういう感じなんですか？わからん。あは？大人。うふ？年齢が上がる。そりゃそうですよね。大人？なんだろうね。でもあはんは言わないと思う。嘘。はい、みやさんできました。お楽しみに。どなっても。あ、メイナだ。え、なんかメイナさ、変な気持ち悪い、なんか被ってない？なんかキンキラキンにさ、光ってるさ、アバターだね。次の患者さん、アルマジキ、アルマジロさん行きたいと思います。こんばんは。アキらしい素敵なお洋服ですね。そうよね。秋というと物寂しい物悲しい感じもありますが、アプガ過去仮を見ていたらそんな気分も吹き飛ばせそうです。今後もますますのご活躍を応援しております。ありがとうございます。いいよこいしょ。トゥトゥトゥ。3枚了解いたしました。気持ち悪い言わない。えへへへ。そう、今日お姉さん、一応家ではお姉さんだからね。はいはい、長女やな。そうなんです。長女です。長女です。長女です。あ、そう、何か忘れてるって思ったんだ。日付だ。みんなあーちゃんのアバター欲しいって言ってた。あーちゃんのアバターあるよ。クマ。それとはまた違うアバターってこと？新しいアバターってことじゃないですか。作れんの？イベント配信して、ん？かな？獲得したらかな？多分、作れます。今日って何日だ？ 23、9月23。ありがとうございます。明日、スイッチの有機 EL ライト、ん？有機 EL モデルが発売。私は、ようやく開始か。私はその有機 EL モデルを予約しようと思います。これ今お母さん聞いてたら、えって言われそう。いいやん。それできっとフォートナイトをやるんですよ。そうだよ。多分ね、あんまり親子に話してないけどね、結構私、フォートナイトやってます。はい、そうなんですよね。結構やってます。で、だいたい、はるかが開いたらやってますよね。やってる。あーちゃんやってますって言って、リクエスト送信です。でも、一日になんかそんな数時間もやってないよ。ちょっとですか？言って、2、3試合だよね、いつも。そうです。え、いや、ね、え、でも、この前はやばかったです。結構この前は、じゃあこの前はこの前よ。それはさ、急な変則的なあれやん。そうですね。いつもはあんなやんないじゃん。確かに。確かに確かに。やばい。お母さん見てますって来た今 LINE で。あらあら。お母さんこんにちは。隅田遥です。もういいの。あずさは25歳なんだから、そういうの買っても。あ、メイナがキュンタのアバターに変えてる。ありがとう。キュンタのアバター？なんか肌色のやつがキュンタのアバター。うるさい。しかもこれ売ってるの、お父さんの方だからね。キュンタ。スイッチね。
お父さんが何買っただ。だって。明日予約損だよ。怒られてる。明日予約損だよ。本当は欲しいくせに2人とも。でね、これさ、みんな洋服見えた方がいいの？それともさ、あのさ、普通にさ、自撮りでいいの？自撮りでいい？何を予約すんだって。教えるわけなかろう。もう言ってましたけどね。はい、ということで、アルマジキアルマジロさん、できました。お楽しみに。お父さんは味方につけよう。いや、お父さんは大体何でも肯定してくれる。お母さんが厳しい。バイク取ってね。オッケー。そう。さあ、続いて、ガムさん行きたいと思います。関根さん、こんにちは。いやー、秋が近づいて日も短くなってきたので、こんばんはですかね。確かに。秋のおうち席会ということなので、リクエストは哀愁漂う感じ。食欲の秋でもぐもぐ。芸術の秋なイラストの3枚でお願いします。それでは季節の変わり目、お体にお気をつけください。ありがとうございます。いいよ。チェキチェキ。うおはい。じゃあ、キュンさんいきますね。どうぞ。ゆうたさん、ありがとうございます。毎回楽しみにしています。今回のチェキはどういうのか、ワクワクして待ってます。ね。はい。今、いいコメント発見。配信にも使うなら仕事道具では？そうだよ。仕事道具を明日予約するんだよ。確かに頭がいいわ、それ。仕事道具はね。そうですね。そう、そういうことですね。来たよ。じゃあ、撮るね。かわいく撮ってね。かわいく撮るよ。オッケー。芸術。なになになんで叩いてんの。いい音って思って。確かに ASMR 的な。ちょっとさ、これさ、やるの難しいんだよね。経費で落とそうって言うよね。それはもう違う。それをやりだしたらもう事務所に怒られちゃう。腕、え？ん？腕が痛くなりそうになった。嘘でしょ？よいしょー。ガン。あ、痛っ。トゥトゥルトゥーン、トゥトゥルトゥトゥルトゥー。今もう5時なんだって。早いわ。着いたら夜になってるよ。もう6時だよ。もう6時だって。早いわ。失敗失敗。シャッシャラシャッシャラシャッ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 シャラシャッシャラシャッシャッシャン。We wish you a Merry Christmas ということで、メリークリスマスということで、ガンムさんできました。お楽しみに。はい、じゃあ続いて、ルーちゃん行きたいと思います。いいよ。あら、初見さんいらっしゃい。お疲れ様です。ありがとうございます。ルーちゃん。久々のおうち席、嬉しい。秋服も嬉しい。9月もたくさん会えたし、こうやってオンラインでもたくさん楽しみをくれて、いつも本当にありがとう。ラブ。ありがとうございます。ラブいただきました。Thank you。 よっ。キュンさん、時計読めるよ。もう読めるけど、分かってなかっただけ。もうクリスマス。ああ、関根さんは年がら年中、そのクリスマスソング歌って、ってるので、まだですよ。全然まだクリスマス来ないんですけど、先言っちゃって、先言っちゃってるだけなので全然まだまだ来ない。確かに関根年がら年中歌ってるね。はい、気づいたら横で歌ってます。うん、そうだったのか、そうだったのに。
へい。9月23日。はい。ゆうざさん、やい、書き終わりましたー。ゆうざさん、やい。ゆうざさん、やい。自分はいつももういくつ寝ると、お正月じゃんじゃん。お正月、キュンさんの誕生日が近いので私はお正月が大好きです。みんなお正月いいよね、おいしいご飯いっぱい食べれるし、キュンさん大好き。歌ってる、ね、はい。じゃあ続いてキュンさんいきますね。翔太かっこリーマンさん、ありがとう、目読で。山田水さん、なんて書いてあるか言ってみ。多分その人関根の方の人なんだけど。怖いよいや、あの目読でってしっかり、真っ赤な字で書かれてるんですよ。あの目読でって、マネージャーさんが気遣って目読でって真っ赤に書いてくれてるんですけど、あのちょっと目読っていう、すいません本当に、すいません。まあ、何人かそちらの方でね、あの関根のファンの方の声が、まあ、聞こえるんですけれども。えこんなことやってると時間なくなりそう。そうですね。じゃあ黙読してるね。はい、るっちゃんできました。お楽しみに。なんかね、この関根漏れた、これ、かわいい、漏れた漏れたんだけど映しとくはい、じゃあ続いてあっちゃん行きたいと思います。関根ちゃん、やっほー、久しぶりのおうち席、やったー、しかも私服最高毎度毎度言ってるけど今日も可愛い、大好き、ありがとうね。よいしょ、ズドン、びっくりしたびっくりした、出てきましたよってある日、森の中、じゃんじゃん、キムさんに、じゃんじゃん、あーた、じゃんじゃん、アズのアズに負けないでくれてありがとう。いいえ、いいえ。いいえ、いいえ。色が出てこん。出てきた。よし。大人なキュンさんが取れた。痛い。真っ白だ。そういうことするね。そういうことするね。ん？はい、ということであっちゃんできました。お楽しみに。じゃあ続いて。よこしょ。続いては、ユッキーさん行きたいと思います。副作用で熱が残ってなければ見れるはず。ポーズとかいつも同様お任せでよろしくお願いします。ありがとう。そうね、ワクチンの副作用ね、関根はね、しっかり出た。1回目はそんなに出なかったんだけど、2回目は結構熱が上がりました。だけど、熱が上がったぐらいで、そんなに問題はございませんでした。だけどね、すごい高かった熱。何度か知ってる？当ててみて。なかなか普通の風邪じゃ叩き出さない熱出した。よし。見れた。あー！行った。いた。そう。なんで見せてくれないの？恥ずかしいじゃないですか。あ、正解者いらっしゃる。そう、39度5分出ました。あれね、なんかさ、高熱になるとさ、ほんとなんかこれ、部屋の明るさだけで目が痛くってずっと暗かった。でも明るいと目が、痛ってなるから。ええー。ああ、熱出る
とこんな感じか、久しぶりだなーって思いながら 布団でおとなしくしてた。最近熱出てないです、ケンさん。そう。いいな。健で康も管熱出理。さない方がいいよ、絶対。ワクチン2回目怖いですけどね。大丈夫、大丈夫。まあ、私かからないっていう。って思ってたら出たから わかんないけど私は絶対熱出ないと思うんで大丈夫です。え、そうなの？セキレも、なんかさ、打った後とかさ、ちょっと具合悪くなるかもしれないから待っててくださいって、1回目も2回目もどちらもゲームに集中してて何も気持ち悪くなんなくてさ、しゃあ余裕だぜーと思ったら熱ボーンって。怖っ。怖い怖い。はい、ということでユッキーさんできました。楽しみに。なんか待ってるの？俺明日2回目接種だよ。頑張れー。頑あ、張れ。ケイさんも今度打つから。あら、一緒に初見頑さ張んいる。らっしゃい。ありがとね。よっ。じゃあ続いて、いっちゃうよ。あ、どうぞ。先にも、エビナちゃん、言いたいと思います。メッセージ目読。いきますね。どうぞ。カルメガネのコマキングさん、いつもありがとうございます。みちこカレーアップアップガールズ、カフカリを応援しています。ありがとうございます、本当に。おとといかな、カレー食べたよ、キュンさん。カレーって美味しいよね。キュンさん、カレー大好きなんですよ。あ、昨日だ。昨日カレー食べましたね。やよいけん。あーちゃんとカレー食べました。あーちゃんは違うの食べてた。私はね、サイコロステーキ定食みたいなやつ。キュンさんはカレーです。私、やよい軒の漬物が好きで食べる。言っておまし漬物、お漬物、お漬物。あったた。らあったらあったたたたたた。ごちそうになりました。いや、そんなんでごちそうって。そうでした。そうでした。早くみちこカレーを差し入れできる世の中になりますように。確かに。カレー大好きだから、キュンさん、待ってまなんすか幼ね。く、なんか幼く撮れたエミナッチ。じゃあ、怖楽しい。みに。いや、ツインさあ、タイル続だけだいから、そて、んなことない。アイサーちゃん行きたいと思います。目読で承知しました。カレーね。うん。カレーのポーズしとくね。カレーのポーズってカ何レーだ？のポーズって難しくない？カレー。で、キュンさんのカレー食べた時のポーズにし、カレー食べた後の反応にしました。カレー食べた時っての。やつだ。いや、惜しい。どうですかね。もしかして辛いカレーかもしれない。カレーは軽ああ。い。無言で、無言で、チェキ取られちゃった。カレーは軽い。カレーの副反応。そうそうそう。うまいね。カレーの副反応。いいカわ。レーの副反応ってなんやねん。面白い。おもろいわ。よいしょ。面白い。ありがとう。絶対思ってないじゃん、その言い方。違う、でもそれは Q さんの読み方かもしれないよ。面面白白い。そっち。い。ありがとう、ありがとう。ありがとうね。キュッキュッキュッって言ってる。ということで、アリサーできました。お楽しみに。さあ、続いて、ガルメガネのコマキングさん行きたいと思います。人生で必要な大体のことは、肩に乗った鳥が教えてくれる。今日は黄色の鳥かな？何色でしょうか？キュンいさつん、かメ白ンがバー好き。分のカラーが出るといいな。確かに。あー、コマキングさん、ありがとうございます。ピンク。ピンクの鳥ってすごいね。かわいいじゃん、絶対。いつか待ってます。ピンクの鳥。このドリ
注文してくれた方でコメントしてくれてる皆さんありがとうございます。気づいてますよ、ありがとうね。キーって顔してます。びっくりした。ピンクの鳥。そう、ピンクの鳥。ピンクの鳥。お、出てきた出てきた。はい、マサルさんありがとう。ハルキュン、ヤッホーヤッホー。久しぶりのお父機会。ハルキュン、お友達と横浜ぶらり旅がテーマの秋の私服とのことでとっても楽しみね。そう、横浜を、この服をね、選んだ時にね、横浜歩いてそうって思ったの。だから、それにした。ひひいひーって。面白い。秋です、秋です、秋の私服。秋です、秋です。はい。チェキポーズは今日の私服がよくわかるポーズと、スポーツ少女の春休らしく、スポーツの秋にちなんだポーズでお願いします。おじゃあこれは置いて撮ろうかな。うん、確かに。スポーツの秋だよ。え、絶対食欲の秋だよ。ということで、光るメガネのコムキングさん、できました。試験さん、いらっしゃい。さあ、続いて、アレクさん、行きたいと思います。アズ、こんばんは。こんばんは。はるかが消えた。配信は2期のライブ中止なので、リアルタイム、ん?2期のライブ中止なので、リアルタイムでは見ることができます。ミキのライブ中ってことかな?中止じゃなくて。ごめんなさい。ということで、ポーズは2期の誰かを真似たのでお願いします。さて、本日はハロプロの大先輩の後藤真希さんの誕生日でもありますが、後藤さんの曲の中で、アズの好きな曲は何ですか?では、これからも応援しています。私が後藤さんの曲の中で一番好きなのは、ガラスのパンプスです。いいよね。いいです。2期の誰か ?2 期の。さて、お前。はい、すみません。すいません。急に、びっくりする。ニキの誰か、ニキの誰か、ニキの誰か。誰にしようかな。OK。今頑張ってるから待ってね。すっごい頑張ってる、今。これを教えてあげないと。私のカメラ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。今の状況見てほしい。ちょっと待ってね。はい。ダンス with me, baby, baby, 踊りましょうよ。はい。え、これじゃ絶対キュンさんの心情に合わないんだよな。I love you, honey, honey.季節は過ぎくキュンさんにはガラマンスあるとは。あ、これでキュンさんと同じ高さ。いや、もうちょっと高い。あと1個。はい、アレクさんできました。ありがとうね。すごい。来たんじゃん。今日、初見さんが、関根が久しぶりということで、初見さんマークがたくさん。ねえ、もういい加減にしろよ。キーにゴールドプレゼント。今日の仕事。ありがとうございます。え、すごい、なんか、北島信也さんがなんか、化学物質みたいに投げてくれて、なにこれ。青い液体投げてくれてる。わーお。違う、青い液体。え、なにこれ。それは嫌。なんで?綺麗だよ。なんかキラキラしとるもん。かゆ話聞いてる?キラキラしてる。ほんと自由人。面白い。じゃあ続いて、店長さん行きたいと思います。関根さん、こんにちは。この前のサイン会後に、呪術廻戦の一番くじを引いたら、伏黒のビーショフィギュアと、五条さんラバスト当たりました。これは五条さんだけでも責任に送るべきでしょうか。ぜひ伏黒めぐみのフィギュアもお願いします。よく終わった。ねえ、そうなの。全然
でも、あの、フィギュア、ちっちゃいフィギュアは、両面宿儺と釘崎のバラちゃんありまして、で、あの、ソファーの方が送ってくれて、フィギュアの、その、釘崎のバラちゃんと、あと、でっかいフィギュアの、でっかいフィギュアの、五条さんをなんと当てて送ってくださいました。ありがとうございます。でもね、ちっちゃいフィギュアのね、五条さんとね、ラバーストラップの五条さんがないんですよ。こんばんは、いらっしゃい、ビギナーさん。初めてだな。だからね、ちょこ、このね、座ってるフィギュアがね、なかなかな、当たらないんだよね。あれめちゃくちゃ可愛いのに。あー、本がかぶっちまうのね。はい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 まだ撮ってる。いや、この子がよく聞かないんですよ、もう、わおって。オッケーオッケー。これでかぶんないかな。はいはい。わかりました。じゃあ、撮っていきたいと思います。ずいぶん長めだね、君。かわいく撮れましたか？可愛く撮れてるけどね、聞いてほしい。なんかね、事故ったの一つあるよ変なところでパチってなっちゃった。あ、近所のローソン行ったけどやってなかった。そう、もうやってるところと終わってるところがあって、まだやってるところがあるんですよ。大石にあそこで着々と集めてるんですけど、これでラストワンショー行って宿儺のフィギュア欲しいなっていうね、あるんだけど、もうあそこのローソンは近々行かないかな。よいしょ。じゃあお名前入れていきますね。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じ？はい。えい。そう、ラストワンショーの両面宿儺かっこいい愉快な後輩に囲まれてますね、だってあ、か確かに、うん、はい、ということで店長さんできました。お楽しみに。じゃあ続いてヤスさん行きたいと思います。連日の配信ご苦労様です。今回のチェキは先日いただいたチェキ帳に入れたいと思います。いいね。じゃあそれを見越して入れますか、取りますねちょっと鈴木アリさんのポスター写ってるけどいいかなちょっと鈴木アリさんのポスター写ってるけどいいかな。ちょっと写っちゃった。どうしてちょんまじあーでも大丈夫かも。あ、もう写ったね。それもレアということで。お家ならではだよね。うん、そうだよね、確かに。お家だからで、ね、仕方ない。ポスターあるやん。そう、あるよ、あるよ、あるよ。うん。おい、ちょっと待って。むしろありだけにしよう。間違えてる。それは間違えてる。それはダメだよ。それはダメだぞ。はぁ。はい。じゃあ次行くね。これね、ずっと考えてたんだけど、なんて読んだらいいのかわからないんだよね。びっくりマークが5個並んでる。それとも、それともびっくりマーク、びっくりマークなのか、なんて言えばいいのかこれわからないの、読み方が。これなんて読むんですかね。3。びっくりマークさん、ありがとうございます。テーマがなんだか気になっちゃったので、初めて買っちゃいました。ありがとうございます。どんなお洋服でどんな感じか届くの楽しみ。タラちゃんはいつも明るくて笑顔が可愛くて見てて楽しい気持ちになります。これからも応援してます。タラちゃんは、私じゃないか、だけど、あれ？タラちゃんって誰だろう？ありがとうございます。これさ、絶対さ、置いて取った方がいいから置いて取るね。はい。置いて取ります。じゃあ続いて、ヤスさん、できました。ありがとうね。ちょっとさ、はい。じゃあ次の方、SA、かっこ本物さん、いきたいと思います。呪術廻戦のコミック読み始めました。一通り読んだら、フォーユー話しに行きます。やった。話しに来て。今、はるかにも、
貸してるんですよ、漫画。10巻まで借りました。イエス。じゃあ、いきますね。痛い。何が起きたの？積み重ねた女が全部私の足に降りかかってきました。イエーイ。いっとね、早くアニメ再開してほしいし、先生のお休みが終わったら漫画の続きもぜひ。まだ私の推しのね、五条先生が封印されてるので。ハンドパワーしとくからもう落ちないと思う。はい、OK。 さっきよりいい感じになってる。はい、SA かっこ本物さんできました。ありがとうね。じゃあ続いてかおちゃんさん行きたいと思います。関根ちゃん、やっほー。キュンさんとのレトロゲーム探訪見たよ。最後にやってた人生ゲームみたいなやつ面白かった。またいろんなゲームやってるとこ見たいので、ぜひ。チェキのポーズは関根ちゃんにお任せ。黒髪関根ちゃん美人やな、好き。美人、ありがとう。めっちゃ日本人って感じになったよね。じゃあ行きますね。はい、取れました。ちょっとさ、はいはい、お名前書くの忘れてました。まさるさん今書くね、ごめんなさい。ちょっと満足しちゃったよ。今日2人ずつ撮ってみよう。続いてすみっこさん撮りますね。今日は間違いなく可愛いですね、美人さんですね。はい、ということでいいかも、くどく。ありがとうございます。キュンさん思った、やっぱ全身あの置いて取った方がいいから、さっきの人も置いて取るね。はい。どうぞどうぞ。自由でごめんなさい。いいえ。19時から鬼滅。うん、そうなの。鬼滅はね、お父さんお母さんがハマってる。うん、そうなんですね。うん。ほうほうほう。鬼滅の刃。いいね。はい、かおちゃんさんできました。楽しみに。そしてすみっこさんも取れました。楽しみに。さあ続いて、ボンバーさん行きたいと思います。先日ビンゴの特典で関根さんの顔以外で好きなとこを聞かれますが、たくさん好きなとこあっても急に言われるとなかなか出てこないものですね。でもね、思うんです。顔が好きだっていいじゃないか。だって人間だもの。三つを。ということで、髪色落ち着いている関根の顔大好き人間です。楽しみにしてます。よろしゅう。ありがとう。じゃあ、ケンヤさんも撮っていきますね。メッセージは目読希望で。わかりました。じゃあ撮っていきます。もう18時36分らしいんですけど、大丈夫ですか？そうだよ。見てるよ。え、全然知らなかった。本当に。だから2枚撮りしてみてる、関根。でももう無理かもしれん。私もう無理です。でも50分までには終わらせないと次の配信がかぶっちゃう。え、本当にやばい。ちょっと待ってください。私もう頑張ります。よし。ボンバーだ。オッケーオッケー。ドドンドドン。よし。ハンチピンチ。はい、ということでボンバーさんできました。楽しみに。そしてケイヤさんできました。楽しみに。さあ続いてマーコちゃん行きたいと思います。
あーちゃん天才だね、髪の毛暗い色で前髪があるの本当似合うよ、素敵です、可愛いです、好きです、あーちゃん可愛い、最高だし天才だから私がハッピーです、あーちゃん大好き、ありがとう。で、ジャコさんも撮っていきたいと思います。あーちゃんこんばんは、ジャコです。去年ヤオマライブから1年が経ちました。そのカラフルサイリウムの景色はとても素晴らしいですね。毎回その当時のライブ映像を見ると感動します。また、ヤオンでのコンサートをお待ちしております。今回、チェキリクエストは、ハルキを真似して撮ってください。お願いします。ということで。了解。じゃあ、撮っていくね。おぉ。はい。キューちゃん次いきますね。こんなにマジで、本当に時間がない。はい。アリサー、ありがとう。黙読で。本当に時間がない。焦ってる、キューさんが。ありがとう、嬉しいね。読んでた。ち、ありがとう。撮ります。撮ります。焦る焦る、本当に。最初ね、ちょっと配信がね、なかなかコラボできなくて。すいません、私がコラボ機能オフしてました。いやいやいや。のんびりしすぎちゃった。はい、ということで、まこちゃん、できました。そして、そして、ジャコさん、できました。楽しみに。どんなキュンポーズかはお楽しみに。キュンポーズ。さあ、続いて、カニさん行きたいと思います。ここ最近、本当に仕事がしんどくてよく泣き言を言ってしまうのですが、どんな時でも嫌な顔一つせず、親身になって話を聞いてくれて、よく頑張ったって言ってくれる関根さんに、マジで死ぬほど支えられてます。疲れてる時もあるだろうに、オタクのメンタルケアまでさせてしまって、本当にすみません。大好きです。いつもありがとう。あーちゃ。あーちゃ。運が入らなかったんだろうな。文字数。続いて、アリサちゃん行きたいと思います。こちら、目読で、わかりました。じゃあ、撮っていきますね。あーちゃ。行きますね。はい。サドシさん、ありがとう。こんばんはりけん、こんばんはりけん。おうちチェキ会が久々なの俺だけ？キュンさんも久々、同じだね。今回は大人っぽくするみたいだけど、無理して大人ぶらなくてもありのままのハルキンが大好きだよ。ハート、ありがとう。ハート。これからも大好きだよ。カッコ。ここは読まないでおくね。いやー、そんなね、そんな自分でね、そういうことは言わなくて、いいんだよ。クリーンだよー。そうだね。プリン。はい、本当に時間がない。あっちゃ。そうだな。じゃあ、ありのままのハリキューンを撮るね。私もうちょっと。はい。キューさんが今日は危ないんじゃない？いや、そんなことないです。絶対これありのままのハリキューンって意味わかんないポーズしちゃった。はい。撮ったよー。よし、できた。ペンペン。意味わかんないポーズだけど許してね。はい。サドシさん書き終わりました。届くの楽しみに。はい、続きまして。ジャコキュンさん、ありがとう。ハルキュン、こんばんは。ジャコです。こんばんは。
もうすぐ11月ですね。間違えた。春日が間違えただけ。もうすぐ10月ですね。はい、10月だね。10月といえば鈴木愛理さんの武道館ライブ。そのライブを楽しみにしていますか？はい、とても楽しみにしております。でも、ジャコは今のアップガの武道館でコンサートするのを見たいです。ケンさんも日本武道館で単独ライブをできるように頑張りたいと思います。ありがとう。今回チキリクエストは、ハルキュンが大好きな鈴木愛理さんを真似して撮ってください。ほう。OK？ はい。頑張るよ。カニさん、できました。ありがとうね。そして、アリサちゃんもできました。ありがとうね。じゃあ、関根最後3人一緒に行きたいと思います。まず1人目。オイスターさん、秋ってオートミールですら美味しく感じますよね。かわいいですね。ありがとう。追伸秋服楽しみです。ありがとうございます。そして、続いて旦那さん行きたいと思います。黒髪かわいすぎますね。似合ってます。以下もくどく。後で読んでいきます。はい、じゃあラストはさくらちゃんいきます。緊急報告します。最近就活で先生がうちのこと学校推薦してくれていろいろ頑張ってる。あとアップガの CD いろんな人にたくさん配って布教しまくってます。だから早く就活終わらせてお友達連れてまた会いに行くね。あっちゃん大好きです。ありがとうね。待ってるよ。就活頑張ってね。応援してるぜ。就活オートミール食べたことないよね関根。じゃあ、てらちゃーん。あー何言ってんの。やだ、あーちゃんに負けんのは嫌。負けるって、これ競争じゃないから別に。うん、はい、終わった。はい、次書くから待ってね。出るのがね、ちょっともうちょっとかかるみたい。そうやな。先に読むね。はい。はいはい。ゆっきーさん、あ、間違えた。ゆうとさん。ごめんね。ありがとうございます。ゆうとさん。はい。けんさんのより上を目指していろいろ考えているところが素敵です。ありがとうございます。周りにお手本となるお姉さんがいっぱいあるので、それを見て素敵なアイドルになっちゃおう。地域をお守りにしたんで、とびっきり笑顔で元気な笑顔お願いします。お守りだって。嬉しいね。オッケー。ん？きれい笑顔にするよ。なんかチェキに変な線が入ってる。なんか、なんだこれは。なんでだろう、なんでだろう。よいしょ。おっと、なんでだ。なんか、なんかがついてるのかもしれない。ちょっと待ってね。お願いします。ちょっと待ってね。ドゥ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 。これはどうだろう。あ、残業慣れはしてないさすがに。さすがにいつでもてんやわんやよ。どうかな。え、待って、線入ってる。なんだこれは。フィルムですか。なに、なんですか。ケンさん、ゆうとさんの撮りますね。よいしょ。ちょっと待って、飛び切れないの。オッケー。あれ、なんでだろう。なんでですか。こうやって見ても別にレンズに何かあるってわけじゃなくて、ビブラート。なんだろうね。見して、なんかね、ここにね、
綺麗なね、半円が入るの。あ、それなんか私も一回なったことあります。これ髪の毛がなんか入ってたりすると。うん、この中に？はい。じゃあちょっとフィルム変えるね。なると思います。今朝も一回なりました、それ。フィルムの異常かも。あ、飛び切り笑顔。入ってましたか？入ってた。そうなんですよ。ちょっと新しいフィルム撮ってきますね。ちょっと次、はい、これマネージャーさんもし見てたら次のチームにちょっとだけ、あの、押すって、すいません、ほんとごめんなさい。はい。ゆうずさん、よろしくお願いします。めっちゃね、満面の笑み、いいの撮れたから、届くの楽しみにしててください。ああ、こういうことがあるんだ。みんなありがとうございます。教えていただいて。なんかね、確かね、前回やった時はね、バッテリーが急にね、あるはあるんだけどね、落ちちゃったりとかいろいろあったんですよ。懐かしいね。はい、続きまして、ユッキーさん、ありがとうございます。Q さんの落ちて機会申し込むの初めての気がするけど、最初なので思いっきり可愛くお願いします。OK、思いっきり可愛くやるね。可愛く。可愛く。オイスターさん、旦那さん、さくらちゃん、撮っていきますね。あと2分。あと1分。あゆが始まった。やばい。食い込んでしまった。ごめんなさい。本当にごめんなさい。すいません。本当にすいません。トゥルルルー。今度はついてないといいな。メナユの通知入ってきた。ごめんなさい。本当にごめんなさい。ごめんなさい。どうぞ、あゆの配信見る、メナの配信見るっていう方はどうぞ行ってください。すいません。本当にすいません。よし。あ、大丈夫、大丈夫。治った、治った。ありがとうね。よかったです。よかった。はい。はい、次いきますね。トゥトゥルトゥン。SA さん、ありがとうございます。そろそろ新メンバーのチェキとかにも申し込んでいこうかなということで、記念すべき一人目は、はるきをお願いします。あら、一人目だなんて、ありがとうございます。嬉しい。メイナのも始まった。あら、これは大変。ごめんなさい。本当にすいません。申し訳ない。記念すべき一人目ね。了解いたしました。はい。ああ、よかった。無事、映りました。ということで、オイスターさん、できました。ありがとうね。お待たせ。ごめんね。続いて、旦那さん、できました。ありがとうね。さあ、そして、ラスト、さくらちゃん、できました。ありがとうね。お楽しみに。はい。ということで、私は以上となります。終わりました。あとは、はるかを待ちましょう。本当にすいません。いいえ。本当にすいません。アップアップガールズ、カッコ仮は、10月10日に単独ライブが表参道グラウンドにてあります。もしお時間ある方、来てください。はい、どうぞ。SA さん、聞き終わりました。はい。Q さんもラスト。ヨッシーさん、コメントは急いでて送れなかったってさっき見たよ。ありがとう。あー、はい、どうぞ。ありがとうね、みんな。お疲れ様、お疲れ様。ありがとう。ありがとうございました。そう、10月10日に単独ライブが表参道グラウンドあります。そして、10月の頭には、ティフに1日目に出演します。すごい、なんかサイリウム送ってくれた。君の色、きらめくよ、輝く舞台立つ君に今。書いて、キュンさん。ごめんなさい。キュンさん、書いて。ごめんなさい。歌に乗ってた。揺れる光、夢の時間、カラフルな世界の真ん中で。あ、書いて。書き終わりました。はい。ヨシさん、書き終わりました。届くの、はい、はい、終わりました。
はい、ということで、スタートちょっとバタバタしてしまって、最後もね、ちょっと押してしまったんですけれども、このペアの配信遊びに来てくれた方、そして、チェキをご注文していただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。次のペアはもう始まっておりますが、鈴木あゆと鈴木めいなペアでございます。それではまたおうちチェキ会が開催されたときは、皆さん、とチェック、そして購入よろしくお願いします。ということで、以上、関根あずさと。すみれはるかでした。はい、バイバありがーイ。とうございました。届くありのがとうごしざいました。バイさなきゃいけないか。バイバーイ。